はいどうも、タクタクです。ニエの森やっていきたいと思います。さて、前回はノーマルエンドを踏んだんですが、あ、こっち行ける？あ、行けないか。なんかこの上にですね、ご神木があって、そこに、はい、奥を探ると、こう出てくる、宝が出てくるわけなんですが、裏に戻す。これで、ちょっと技能を使ってみましょうか。目星。ただなる気配の神木、大木がある。木の裏の中は暗くて見えないが何かあるような気がする。聞き耳。関係ないみたいですね。オカルト。御釈迦様を祀るご神木だ。感動的なオーラがある。蛇を祀る者には御利益があるが、しっかりと崇めないとたたりもあるという。これで戻ってみましょうか。なんかちょっと今間があったのが怖かったけど、こっち行ける？行けないか。これで何事もなかったかのように戻ることにより、何かこう、なんですかね、良い方向に。このスコップとかさ、ツルハシとかがある理由っていうのがちょっとわかんないのよ。これ主人の部屋をもうぶち壊していくってことなんじゃないかな。これちょっと一回ここ、ツルハシ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 でもう、あ、ちょっと待って、暗い。ツルハシでツルハシでよ、壊すんですよ。もうこれどっちがいいかな。こっち、ツルハシは選べないのか。工具、ペンチで、ねじ曲げて開けられそうだ。お、いけた。あー、しない。中に入る。うわ、研究がある。見たこともない文字や記号が書いてある。魔法陣のような模様もある。あー、出た。新しい薬と同じものだろうか。赤い液体、なんとかなんのかな、これ。でもこれで型をつけなきゃいけない感じがするな。クローン、毒薬や毒物についてる記載もある。やっぱり排除しようとしてんのかな。そういうことだよね。飲ませさせられてるもんね。こっちの鍵はちなみに、あ、壊せないんだ。付け替える。蔵にあったもの、あったのは同じデザインの南京錠だ。代わりに南京錠つけた。いいえ。これで、なんとかなんのかな？いやー、なんともならん気するけど、なんか疑われて逆に消されるんじゃないか、これは。大丈夫かな？密度に。で、これペンダントを戻すとして、おもりを返す。これで、よかったのかな。これでちょっと寝てみますか。はい。2日経過。朝よく眠れたようだ。回復した。あ、いる。あら、タクタクさん。今日は少し調子がいいんです。どうかしましたか？なんでもない。何か悩み事でも真剣に考え込んでいるようですよ。散歩に行きますか？あー。外に散歩に行こう。外ですか？タクタクさんと一緒なら大丈夫かな？一緒に行きましょう。やった！そういうパターン。あ、待てよ。これで帰るんじゃないのか。その可能性？初、森屋家の娘。昨日。この子、昨日あるの？あ、応急手当。めっちゃいい子やん。15歳。そっか、15歳って言ったの。わかる。時間移動するものを追う獣は、蛇の神様と関係がない。違う伝承のものだろうか。この山の上に御釈迦様を祀るご神木があるらしい。目星もつけときますよ。
き耳も。大丈夫か。行きますじゃあ。さあ、どうなっちゃうのか。久々にここに来ました。奥を探る。これ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 。え？ノーリアクション。タクタクさん、それは何でしょう。ご神木の奉納物でしょうか。元の時代に帰りたい。どうよ、これで。どうなった？あ、ここに戻ってきた。え、これで終わり？動けないけど。あ、動けた。ヨウの家の部屋だ。どうやら意識を失い眠っていたようだ。本当に戻ってきたのか。家には優しそうな雰囲気のおばあさんが映っている。これやっぱりどうなの？ハツさんなの？屋敷でヨウを探すと彼女の両親に会い、心配され駅まで送ってもらった。だがヨウはどこにもいなかった。警察の捜査もあって雲もあったが、ヨウは見つからない。宝物を割れてしまった。神隠しではいなくなった人々は過去へ飛ばされていたのか。そしてそこでヨウはまだあの時代に生きているのだろうか。自分は無事に戻ってこることができた。だが御釈寺様を祀る家の末裔が神隠しで行方不明となった。オカルトマニアたちの間では新しい噂が流れるが、ヨウの失踪をきっかけに神隠しはぴったりと亡くなった。あなたは自分の行いが正しかったかとか自問自答を繰り返しながら、途方もない時間をかけて日曜に戻っていくだろう。答えのない不穏な気持ちを抱えながら。これはどっち？これがトゥルー？要は？要も飛ばされたってことか。要は要だけにダジャレですか？ハツさんのツッコミが待ち遠しいぐらい。そんなことある？ノーマルエンド。いや、何か選択が足りなかったんだ。じゃあ待って、探すぞ。ヨウを探すぞ。ヨウがいるはずなんだ、多分。ヨウがいる、ヨウ。いるのかな？ヨウとは遭遇できんのか？あなた、私の部屋に入りましたね、エピソードが入るんじゃないの、これは。なんか他に調べなきゃいけないものがあるのでは？関係ない。どうすりゃいいんだ。どうすりゃヨウを連れ戻すことができるんだ。庭にはやはりいる。やっぱいる。ダメか。やはりあのペンダントがないと移動はできないと。電話はダメだよね。あ、そう、ここって調べた。あ、この辺りだっか。夕方ぐらいに進む。ああ、またシノさんが来る。良かったんかな。産地回復。会話が変わらんな。片付ける。いいのかな、このままで。もう2日ここで過ごしている。寝てしまおうか。夜じゃないとダメとか。いや、どうなんだろう。何かが足りないんだろうな。いや、でもちょっと一回これ3日目起きてみよう。もう一回なんか起きるかもしれん。3日経過。大丈夫なんかな。
歩行けない。いやー、また散歩か。日数が経つとあんま関係ないっていうことなんだな。もう一回ここに何か手がかりが。布団、あ、鍵、ここ、お、本当だ、いっぱい散らばってる。お父様の部屋だったんだ。うわ、階段がある。ちょっといろいろ調べよう。なるほど、お父さんの部屋を調べてなかったのか。モノクロの、うん、ハツとその父親だろうか。ちょっと目星をつけてみますか。いや、ここはちゃんと見てなかったね。ここというか助手の部屋。やばい、これ新展開、3日目にして。うわ、待て、これ遅くの道でしょ。これは違うの？暗っ。急に、なんかダンジョン RPG みたいなの始まった。合ってんのかこれ。ここ、何ここ。うわっ、血で濡れた何かが。大量の血吹き詰めようかなってる。あ、産地が下がった。使い込んだ喉が置いてある。よし、これで、真実が分かるはずだ。再検査のため。ハツを病院に連れていく。だがやはりここでも結果は同じだった、不治の病だなんて。どうしてハツが変われるものならば変わってあげたい。あれからいろいろな薬を試してみたが効果はない。やはりダメなのか。亡くなった妻に申し訳がない。ハツのことは命に代えても守ると約束したのに、何か他に方法はないのか。どんなことでもいい、私の命を差し出しても構わない。あの子までは失いたくない。今日から助手を迎え入れることにした。蔡光雄という男だ。以前から私の論文を読んでくれていたらしい。経歴も素晴らしい。彼の研究成果を見せてもらったが、免疫学の知識も相当なものだ。頼もしい助手を得て、これから、ますます研究がはかどるだろう。私は初のためなら何でもする覚悟だ。愛する娘のためだ。だが恐ろしい考えが私を支配しようとしている。人の道を外れて。今日街で出会った、貿易商から珍しい品々を、譲り受けた。見た目はただの金属の四角い箱のようだが、ものすごい力を秘めたものらしい。どうやら私の望みを叶えてくれる代物らしいが、もう一つの首飾りは異国の縁起物らしい。魔除けの模様が描かれている。ハツにあげるととても喜んでくれた。ハツには最近仕事ばかりで構ってやれなかったから笑顔を見ることができてよかった。しかし、あの貿易商は何とも不思議な男だった。まるで私の悩みを全て見透かしているような。なんということをしてしまったのだ。あの箱はこの世のものではない。どこからともなく人が現れて、そして、煮えだ。煮えだ。煮え、捧げねば。みしゃべし様。でも蛇だな。締めから伝わってくる猟奇的な光景に背筋がゾッとする。君の時代、あ、また産地下がるの、これな。産地下がりすぎでね、これ。ちょっとこれ一回、目をしてみましょうか。失敗。特に何も分からなかった。オカルト。成功。地下の実験室だろうか。モンスター SF ものは数多くあるが、自分は体験すること。聞き耳。特に気になることはないと。これを聞いて、見慣れた形の服もあるようだ。よく見ればどんなデザインの服か分かるか。服に大量の血がこびりついている。大量の血吹き詰めようかな。息を整えて心を落ち着けた。服について目星でよく見てもいいかもしれない。待って、見覚えのある服、まさか遅かったってこと。昭和の中に現代風の服が混じっている。この時代の洋服ではない。あ、なるほど、自分たちの時代の人間の服だ。タイムスリップした服だろうか。ってことは生贄になった、神隠しにあった人は生贄になっている。
下がっちゃった。これで戻ればいいんかな。だいたい調べ終わっちゃったよ。もう戻りますか。じゃあ、いや、これいたらやだな。戻れる、戻れた、戻れて、あ、大丈夫。これ鍵とか閉まっといた方がいいのかな。あ、もう閉まなくていいんだ。え、これで散歩に行ってみる。これでワンチャン散歩じゃない、多分。で、どうなるか。あ、夕方になっちゃった。しょうがない、この日はちょっともう無理だな。じゃあな。でもこれ帰ってきちゃうってことなのかな、もしかして密度が。バカみたいにこうやって食べてますけど変わんないか。どうです、少し慣れてきましたが。そういえばこの屋敷に見取り図に乗っていない地下室があるそうなんですよ。昔は地下と井戸の底とはつながっていて、お父様や子供の頃に探検しておじい様に怒られたとか、井戸をつかんだ時には埋め立ってしまったそうですが、私がもともと元気になったら、あ、そういうこと、そういう情報も聞けちゃう。これはじゃあ井戸を掘るんでか、これ今度こそ。またペンダントを初から拝借して人守りを頼むよ。今日も行かせてもらいます。ということはあれだ、ツルハシとスコップを持ち帰らないとダメだ。井戸を掘るぞ。縄ばしごで持って、ここで高速とマッチでスコップですよ。やっぱり何回かやんなきゃいけないかもしれないけどね、これね。すごい深い。誰か下から声が聞こえる。暗闇に目が慣れてきた。お、まさか井戸の底に誰かいる。ヨウだ。どうしてここに。わからない、気がついたらここにいた。やった、ヨウがいる。暗くて家ばっかりで心細かった。はしごの長さ足りない。ここから飛び降りるのは危険だ。届かない。井戸の外も危険だ。待ってくれ、何か方法がないか探す。うん、ありがとう、人に会えてよかった、待ってるよ。要はここにいたんだ。どうやったらいい、他は。やった、エンドの道が開けてきたね。どれどれ、他にも何か使えるものはないか。なんだろう、何が使えるんだろう。あとは、何か使えるもの、使えるものあったかな。そんなもん、こういうとことか全然あれだよね。あ、シーツ、こういうとことかはないでしょ。もしかしてあれなのかな、掘るのかな、壁とか。どうなんでしょうね、壁とか掘んのかな。もしかしてツルハシなのかな。ツルハシにして、もう一回、なんかあの地下とつながっ、要はつながっているって言ってたよね。こっち行くでしょ、こっち行って、ここで聞き耳とか使えるのかな。機能、聞き耳、気になる音は聞こえないか。ここで聞き耳かな。ちょっとここで聞き耳渡ってみよう。
うんうん。違うのか？ん？ちょっと待って。ここだけ壁がなんか、ここだけ壁が違うぞ。ほら！埋め立てたのだろうか。ツルハシを装備した。掘る。お、穴開いた。おうおうおう。お、やった！タクタクくん、来てくれたのね。穴掘ってきたのすごいね。外に出られる。一緒に行こう。お守り持ってる？え、このネックレスあるよ。ちゃんと持ってる。お。いける。一緒に行こう。ありがとう。要はだいぶ不安でストレス溜まっているようだ。慎重に連れ歩こう。これ大丈夫かな？慎重にね。で、多分、これこう上行くじゃないですか。このまま、じゃあ脱出だっていうような感じだと思うんだけど、ここは、この部屋も荒れてるね。あ、ヨウの産地。あっちに家族写真が。え、家族写真？これ産地下がっちゃうのかな？うっせのおばあちゃんの若い頃、客間に置いてあったのと同じ写真。どういうことなの？ここ私の家じゃないの？やばい。ヨウの産地がどんどん下がっていく。余計なことはしない方がいいみたいな。あ、廊下から。動画に出る。やめる。うわ、これ、選択むず。廊下に出る。とのあの、ヨウを連れていく。出た。おや？潮兄さん、どうしてその部屋の鍵を？そちらの女性は？三つはとても驚いているようだ。あなたたちの行動次第、ご協力いただけるのは私の方も内密にいたしますよ。三つは素手で付け替えた南京錠を壊した。怖っ！三つは急いで部屋に入っていった。今の人は？怪しいやつ。ここはおばあちゃんの家みたいな感じがするんだけど、知らない人が住んでるんだね。ようの不安を煽ってしまったようだ。やべえ！私は隠れてた方がよかったら仕事場に戻って行ってね。そうするから。産地がガリ下がってんだけど、これ。ちょっと待って。いや、これもう、逃げた方がいいでしょ、これ多分。怖っ。いや、どうするこれ。ちょっと、抜けられんのかなこれ。とりあえず、ペンダントを絶対おばあちゃんにお守りを返しておいて、これで、お守りがあるから、もう脱出できるはずなんだ、これで。逃げるぞ、逃げるぞ。もうこれ以上のことを多分する必要はないと思われる。逃げろ、逃げろ、逃げろ。三つおから逃げろ。でもあいつ退治した方がいいのかな？ここで、僕を探る。金属キューブ。タクタ君、それ、もしかして帰るかも。よし、元の時代に帰りたい。いけたでしょ、これは。絶対。これ絶対行ったでしょ。戻ってきた！やったか？ヨウの家の部屋だ。どうやら意識の後ろに眠っていたようだ。ヨウだけに。おい、ヨウ起きろ。大丈夫。私たち無事に帰ってこれたみたいだね。自分もヨウも長い長い夢を見ていたようだ。二人とも記憶はおぼろげで曖昧だ。だが、間違いなく自分たちは神隠しに遭ってしまったのだ。ヨウの祖母の長寿は神隠しと生贄に支えられていたのだろうか。果たしてこれで本当に良かったのだろうか。割れてしまった宝物はどこに行ってしまった。またどこかで誰かが神隠しに遭っているかもしれない。だが、いくら考えたところで答えではない。ただ一つの無事に戻ってこれたという事実。その喜びを噛み締めながらゆっくりと時間をかけて日常生活に戻っていくしかないんだ。いや、これどっちよ！ちょっと待って。え？おばあちゃんが長生きだったから、孫が生まれたわけで。どうするこれ。ノーマルだったらどうしようこれも。ちょっと何エンド何エンド。うっそー！ヒントが欲しい！はい、といったところで。いやー、今日も弾けなかったですね。ちょっと、トゥルーエンドを頑張って探します。はい。もしかしたら、時間かかるかもしれませんけども。あの後、ペンダントを戻したりとかするのは良かったかもしれないけど、なんだろう。
あいつ、蔡光雄は、しばかんといかんみたいなことなのかもしれません。もしかしたら、いやー、猟犬は、関係ないか。どうなのかな？なんか秘密があるに違いないけど、ちょっと調べて、またやっていきたいと思います。はい。というわけで、煮えの森ご視聴いただきありがとうございました。また、お会いしましょう。ではまた。